こんにちは。今日はプラザにお買い物してきたので、そのお買い物の紹介をしたいと思います。はい、まず以前もう YouTube にアップしたんですけど、コブクチップのチョコレート味ですね。これすごい美味しかったんで、なんか値段もそんなに高くないし、一袋を買ってきました。本当にこれはすごく美味しいですね。それとこれは化粧品ですね。ティルティルの赤いやつの17ですね。はい、これはなんか YouTuber さんたちの間でよく使ってるのを見かけたので、そんなにも高くもなかったからプラザにあるかなと思って聞いたら、ありますよって言われたので買ってきました。私あのファンデーションってすっぴんファンデっていう、あの寝る時もつけられてて、寝たままつけられるファンデーションしか持ってなくて、ファンデーションっていうのかな、あれはファンデーションじゃない気がしますけど、なんか本格的なファンデーションを買うのはこれが初めてですね。はい、で赤と黒とピンクがこれあるはずなんですけど、黒がなくてピンクと赤だけしかなくて、ピンクはマットな仕上がりで、こっちの赤はちょっとつややかな仕上がりって聞いたので、私乾燥肌なんで夏とかは汗すごいかくんで大丈夫なんですけど、いやそれでも化粧水少ないとやっぱエアコンで乾燥しちゃいますけど、なので赤にしました。はい、使うのが楽しみです。でファンデーションを買ったらこれも買わなきゃと思って、クレンジングジェル、あ光っちゃってるな、クレンジングジェルを買いました。これはなんだろう、なんていうの、モッチスキンのレモンのクレンジングジェルですね。これダブル洗顔で、あのお風呂で使えて、なんか松エクオーケーって書いてありますね。オイルフリー、これ1本で洗顔もメイク落としもできちゃうっていうのでいいなと思って、これもそんなに高くなかったですね。これ1980円ですね。はい、はあ、疲れた。日曜日のプラザは人が多すぎるってすっごい、これ商品探すのがすごい疲れました。で、あのアイシャドウも可愛いのいっぱいあったんですけど、私アイメイクしたことがなくて、アイラインも引いてないし、マスカラもやってないし、で眉毛もあのシェーバーで、眉毛用のシェーバーで形を整えて剃って、で描いたりしてないんですよ。でアイメイクはちょっと難しいなと思ったんで、アイシャドウは諦めました。はい、でこの3点で合計が
5209円ですね。税込みで、はい。いやー、このてるてるカバー持続ウルチア肌72時間って書いてあるからすごい落ちなさそうですね。なんかマスクにつかないって書いてありましたね。はい。それで、すいません、なんか宅配便が来ちゃいました。すいません。で、これで以上です。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。